焼き入れ性は熱処理によって焼き入れ効果のしやすさを示す合金の性質で焼き入れた時に表面からどれだけ深く硬い組織が得られるかを示す性質である。一般に効果という現象は税化を伴い起こる。溶接のように極部的に材料に焼き入れが行われると接合部の強度が劣化する恐れがあるので焼き入れ性を確認することは重要である。 鋼の焼き入れ性は炭素量、または合金元素の量、オーステナイトの結晶粒の大きさ、冷却速度によって変化する。焼き入れ性を良くするためには、マルテンサイト生成比率を高めたり、生成されるマルテンサイトが硬いことなどがポイントである。合金元素の影響の大きさは、それぞれの成分の炭素等量を使って計算する。一般的に少量の合金元素の転換によって、 焼き入れ性は良くなる。特に、クロム、マンガン、モリブデン、ニッケルの添加が、焼き入れ性を向上させる。焼き入れに使われる、冷却剤は、熱伝導率、比熱が変わることにより、冷却速度に影響する。使用欲や水浴は、油浴や空冷に比べて早い冷却速度になる。冷却剤が沸騰すると冷却速度は、焼き入れ品の形状も、冷却速度に影響する。 製品の厚さに比べて表面が大きければ、冷却速度は大きくなる。ジョミニー式一発焼き入れ法の外接図試験編、寸法ジョミニー試験装置試験後の試験編、小さな点々は、硬さ測定の後試験結果の冷行の焼き入れ性を評価する方法の一つとして、ジョミニー式一発焼き入れ法が用いられる。材料の焼き入れ性は、焼き入れたと、そのため、焼き入れ性評価には、 焼き入れの冷却速度が遅いものから早いものまでの結果を用意して評価する必要があるが、これを一つの試験編で行うのが、ジョミニー試験である。具体的な試験方法としては、規定された寸法の丸棒のサンプルを用いて、まず資料を均一に熱し、完全に覆捨てないとかした。あと、その一方の端部に、室温の水を吹き付けて、焼き入れを行う。これにより、水を吹き付ける。 試験片端部は水焼き入れ以上の速い冷却速度となり、そこから長手方向に離れるにつれて試験片の冷却速度は低下し、逆側の端部は空冷のゆっくりとした冷却速度となる。冷却した試験片の両側面をわずかに検索除去し、端から長手方向に数ミリメートル元に硬さを測定して、硬さの変化から焼き入れ性を評価する。 このような端部からの距離に対する硬さ変化の測定結果をジョミニー曲線と呼ぶ。ある材料のジョミニー曲線が別の材料のジョミニー曲線を全体的に上回っていれば焼き入れ性が向上していると言える。試験変寸法や冷却時間などは規格化されて具体的数値が決まっている。ジョミニー試験法の規格の例を以下に示す。ありがとうございます。